今日はちょっと怖い話をまたさせていただこうと思います。これは僕が高校生ぐらいの時のお話で、ですので今からもう20年以上、もう25、6年前ですかね、いろいろ、まあだいぶ前なんですけども、地元でお祭りがあって、そのお祭りにまあ行ってたんですけど、夜店がいろいろ出てて、まあ、金魚すくいとかヨーヨーすくいとか、なんか、まあ、食べ物屋さん、イカ焼きとかたこ焼きとか、まあいろいろ夜店が出てて、でその中にですね、なんかあの西田ひかるが全く極限まで歯を磨いてない状態で息が臭い時にだけ膨らませた風船っていうのが売られてたんですよね。で、僕は当時西田ひかるさんの大ファンだったんで欲しいなと思ったんですよね。で、その西田ひかるが歯磨いてなくて自分が今めっちゃ口が臭いなっていう時だけコツ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 膨らませた風船らしいんですよ。で、その説明書きにそう書いてあって、でそれ売ってるのはなんか歯が3本ぐらいしかないババアなんですけど、ああと思って、で欲しいなと、でまあ僕は西田ひかるさんの大ファンなんであえて欲しいなと、西田ひかるさんがニンニクとかなんかもういろんなもの食ってもう歯ネチャネチャしててさすがに歯磨かなっていう極限の状態でふーって膨らました、息が全部詰まってると、でその打ってある風船をこうほどいてこの鼻のところにこう当ててっていうのをまあ当時高校生だったんでまあやりたかったんですよ、合法やし。で当時高校生ですから僕にとってはまあ大金とも言える、34,500円をそのおばあちゃんに、まあ、歯の3本ぐらいしかないおばあちゃんにこうこれくださいって、まあ、言ったんですよ。なあおばあちゃんがあいよって言って、でその風船をこう34,000円くらいだからまあまあこう出すときにその風船がパーンって割れちゃったんですよ。ほんでお金出そうとした瞬間にこう割れて、そのね割れたのがこうもったいないから僕はそのね一応まあしてから割れちゃいましたねまあ おばあちゃんに割れバレちゃいましたねって、ちょっとさっきのこのクン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 で匂った自分自身に対する恥ずかしさもあるからできるだけクールな感じでそんなに残念がってない感じで、割れちゃいましたね、買おうとした瞬間でしたね、でも僕はもう諦めようと思ったんですよ、もう割れたしと思ったら、でそのババアが大丈夫大丈夫、今から西田ひかりの口臭い時だけの口臭い時の息で膨らませた風船今からすぐ作るから今からすぐできるからって言って、そのババアがこう風船を取り出してフーって膨らませてキュキュキュってしてはいって僕に渡したんです。もう踏みにじられたような気持ちになりまして、何してんねんババアと、まあ、当時高校生ですからそんな大人の人にそんな言葉遣いすることもない人間だったんですけど、あまりにも頭にきまして、何してんねんババアと、西田ひかるが口臭い時にだけ膨らませた風船ちゃうやないか、ババアが膨らませた風船やないかって言ったんです。
私西田ひかるですって言い出して、いやもうおもんないおもんないと、なんやそれはと、いやじゃあもう百歩譲って同姓同名かと、西田ひかるですって言うから、いやもう同姓同名かって聞いてんねん、ほんでもうそれやったら言えば免許証出せ免許証、同姓同名かだけでも見たるわと、もう買わへんしな同姓って言うて、で免許証持ってへんとかそのババが言うんですよ。ほな嘘やねんな、騙してお金を取ろうとしたんやなって、西田ひかるさんにも失礼やしって言って、僕はすごい怒ってた、すごい怒ってたら、そのババがこうやって画面撮ったら、西田ひかるさんご本人が出てきたんですよ。たまにあるこのロナウジーニョがとか、なんか有名なサッカー選手がすごい特殊メイクでおじいちゃんで、おじいちゃんの服装して子供たちのサッカーに、ま、混じったりとかして、むちゃくちゃうまいやあのじじいっていう、そのドッキリたまにあるじゃないですか。あの感じのやつを当時の西田ひかるさんは二十数年前、あの頃もうやっていたっていうお話です。信じるか信じないかはあなた次第です。